富士火山による火山団富士山の噴火史では富士火山の噴火の様子と変遷を解説する。富士山は高さと山体の大きさにおいて日本最大の活火山である。富士山は最近10万年で急速に大きくなったと考えられており、その意味では若い火山に分類される。現在見えている山の外観は約1万年前から 噴火活動を開始した新富士火山であり、その下に約70万年前から活動していた小見岳火山と約10万年前から約1万年前に噴火した小富士火山があると言われている。富士山の構造図新富士火山の噴火では、溶岩流、火砕流、スコリア、火山灰、山体崩壊、川火山の噴火などの諸現象が発生しており、噴火のデパートと呼ばれている。 大別すると、山頂噴火では爆発的な噴火となり、山腹割れ目噴火では溶岩流を噴出させる。また、岩屑なだれ、山体崩壊、火山泥流も生じている。新富士火山の火山灰は黒色が多い。新富士火山の噴火は地層的にも新しく、また8世紀以降には日本の古文書に富士山の活動が記載されており、噴火について、 貴重なデータを提供しているが、噴出源及び年代が明らかになっていない溶岩流も多くある。しかし成果もあり、2001年から2003年に行われたスコリア級のトレンチ調査によれば、旧世紀の上岸噴火では、割れ目噴火が多く発生し、山頂を挟み南北両山腹で溶岩を、吹き出し溶岩流を流化させていた。諸説あるが、 古記録によれば新富士火山の噴火は781年以1 6回記録されている。噴火は平安時代に多く800年から1083年までの間20回程度1511年等に噴火や被衛等の活動があったことが複数の古文書の分析や地質調査から明らかとなっている。一方、文書によっては1560年頃、 1627年、1700年に噴火活動があったとされているが、信頼性は低い。また噴火の合間には、平穏な期間が数百年続くこともあり、例えば1083年から1511年まで400年以上、噴火の記録がないが、記録文書が散逸し、残されていないだけで、噴火活動自体がなかったとは断言できない。実際に、 1435年から1436年には火炎が見えたとの記録が残る。864年上岩噴火と1707年、放映噴火の噴出物の化学蘇生は玄武岩質でほぼ同じである。しかし、噴火様式は大きく異なり、864年上岩噴火が溶岩流で1707年放映噴火はプリニー式噴火の爆発的噴火であった。 この二つの噴火様式を分けたのは、マグマの脱水過程、噴火気候に違いがあったものと考えられている。具体的には、現部岩室噴出物中の社長石の高圧化の力出す温度付近での溶解実験と結晶組織の分析から864年上岸噴火は、上昇したマグマはマグマ溜まりで若干の時間滞留し、脱水及び発泡と、 脱ガスが行われ新たなマグマが供給された後に噴出をした。また、1707年放映噴火は、地下 20km 付近のマグマが滞留することなく、上昇したため、脱水、発泡、脱ガスがほとんどなく、結果的に爆発的な噴火となった。青年天皇三年人術3.4月、富士浅間山焼法、黒煙商店、熱海貧困。 三王へぜ。五国富塾、井の定心驚き騒ぎ、人民集団自殺3月14日まで4月18日、富士山天示役、昼乗り煙きやん安倉、夜乗り火花てるを、その声は鏡なり、廃下城、山下川み,ずみな紅色なりするが国富士山、昼夜久しにわび、されきじょあられ者、もとむの牧税、占い曰く、植木、夜霊両国家臣者、 および土共模擬状祭わざわい5月、木の絵犬、ハイサ国足柄の開け箱にと、も、藤焼祭石祭道なり藤群生参位、浅間大臣大戦美、その勢い人沖、小山方十二元里、公園高二十巨城、大郵勢、如来、地震三度、列記十四日、雛を不滅、昭願法令、砂、石城、縁雲鬱城、上、一太く金、 大仙西北、湯本水す海、ところ焼岩石、竜舞海中、縁三十元里、高三十四ゆるし里、二十三元竹、火炎水族会の国境、駿河国富士大仙、骨裕防備、詳細降乱、草木、小札、土石石流、前八大軍元す並び漁水海、水熱女優、巨別みなし、百姓居宅、 魚海ともまい、ある有宅無人、その数難期。両海藤、また有水海、名曰く川口海火炎福岡航海、もとす、東海。羊焼き舞の前、地大振動、雷電暴雨、雲切海名、山の南辺、さ、あとありこの再炎。海の国こと、駿河国富士山の神火、舞水海、宝永河口と宝永山宝永台噴火後。 富士山では大規模な火山活動はなかったが、江戸時代番期から昭和中期にかけて山頂河口南東園の荒巻と呼ばれる場所を中心に噴気活動があった。この活動は1854年の安政東海地震をきっかけに始まったと言われており、明治、大正、昭和中期にかけての期間、荒巻を中心とした一体で明白な噴気活動があったことが、速攻所の記録や、 登山客の証言として残されている。この噴気活動は、明治中期から大正にかけて、荒巻を中心に場所を変えつつ活発に活動していたとされる。活動は昭和に入って低下し始めたが、1957年の気象庁の調査においても摂氏50度の温度を記録していた。その後1960年代には活動は収束し、現在山頂付近には、 噴気活動は認められていない。しかしながら、噴気活動終了後も、山頂加工や放映加工付近で地熱が観測されたと記録されている。以上のように、富士山がつい近年まで噴気という火山活動の初形態の一つを続けていたという事実は、富士山が現在も息づいている、活火山である証拠である。放映大噴火は、放映地震の十九日後に発生している。 その他に南海トラフや相模トラフを震源とする地震や近隣地域地震の前後25年以内に富士山に何らかの活動が発生している事例が多く地震と富士山活動とは関連性があるとされる。また噴火活動ではないが1331年の現行地震や1792年、1891年、農美地震では地震の振動で 山体崩壊や大規模な斜面の崩落が発生したと記録されている。ありがとうございます。